超広志博、超広志博、超広博、佐尾本望。1973年9月22日体は、中華人民共和国ハルビン出身の男子、フィギュアスケート選手、ペア、コーチ。バンクーバーオリンピック金、メダリスト、ソルトレークシティオリンピック及び、トリノオリンピック同メダリスト。2002年、2003年、2007年世界、フィギュアスケート選手権優勝。 パートナーは、妻の猿ゆき。コーチの勧めで、ペアに挑戦。その後、1992年から、猿ゆきとペア競技に取り組み、1997年、頃から頭角を表し、長野オリンピックでは、初出場でありながら5位という好成績を収めた。1999年世界選手権では、中国のペアとして、初めて世界選手権のメダルを獲得した。 2001から2002シーズン、ソルトレイクシティオリンピックでは、いつ史上初の4回転スロージャンプに挑戦、新雪は着氷に成功したかに見えたが直後に、ブレードが滑って、転倒、4回転スロージャンプの成功認定はならず、銅メダル獲得となった。その後の世界選手権では、中国のペアとして、初めて優勝した。2002から2003シーズン、 グランプリファイナルを除くすべての大会で優勝を果たした。世界選手権では SP でサイドバイサイドのスピンでバランスを崩しに、FS の公式練習で4回転スロージャンプでサルユキが足首を負傷し痛み止めを打ち演技に臨んだ。ノーミスでスタンディングオベーションを起こし、世界選手権に連覇を果たした。2003から2004シーズン。 グランプリシリーズの採点方式が新採点方式に移行。スケートカナダではタチアナ・トトミア・ニナ・マキシム・マリニン組に敗れ2位となるが、当シーズンより ISU グランプリシリーズに組み込まれた中国杯では優勝。グランプリファイナルではスケートカナダで敗れたトトミア・ニナ・マリニン組1 8 7 8の大差をつけ3度目の優勝。世界選手権の SP では 超広し白がソロジャンプで点灯し4位。FS では前年に引き続きスタンディングオベーションを起こし1位。最後の6点満点方式を採用となった大会で技術点で2個、芸術点では10個の6.0を獲得した。2004から2005シーズン、スケートカナダ、エリック・ボンパール杯、ロシア杯とグランプリシリーズは全勝。グランプリファイナルも優勝し、この4戦は、 SP、FS を通じ完全優勝を果たした。4大陸選手権の練習時に、左足のアキレス腱を痛め危険。怪我が治らないまま出場した、世界選手権では、SP3 位。FS の6分練習には姿を見せたが、演技を行わず危険をした。2005から2006シーズン、8月に、アキレス腱断裂の重傷を負い、練習に復帰できたのは11月だったため、 グランプリシリーズの欠場を余儀なくされた。鳥のオリンピックでは金メダル候補と思われていたが、長年のライバルだったロシアのトトミアニナ、マリニン組、後輩である中国のチョウタン、チョウヒロシ組に敗れ、念願であったオリンピックでの金メダル獲得はならなかった。2006から2007シーズン、出場したすべての大会で SP、FS を通じて完全優勝。 世界選手権の FS の演技終了後、猿キにプロポーズを行う一幕もあった。2007から2008シーズンにより、競技会には出場せず、アイスショーを中心に活動していたが、2009から2010シーズン i SU グランプリシリーズで、国際大会に復帰。中国杯、スケートアメリカと優勝。この優勝でボフロスと杯を含め、 グランプリシリーズ7大会を制した初めての選手となった。グランプリファイナルでは、自らが持つ国際スケート連盟主催大会スコアの最高記録を塗り替え、史上最多6回目の優勝をした。バンクーバーオリンピックでは、SP76.66 点、FS139.91 点、合計216.57点というパーソナルベストを記録。 ロシア勢の13連覇を阻んで金メダルを獲得した。2010年2月に現役引退を発表。2010年8月に自らが主催したアーティストリー・オン・アイスで海外のスケーターも招き、結婚式を行った。2013年9月3日、第一子となる女ジ児ジが誕生した。現在はコーチとして活躍しており、今日の中国ペアで、 トップクラスの4組を指導している。2014年、教え子たちは、グランプリシリーズで中国杯の表彰台独占をはじめ出場したすべての大会でメダルを獲得し、3組がグランプリファイナルに進出した。新雪と超広志博が恋人の関係にあるのではないかという推測は、ソルトレークシティオリンピックの前後から根強いものがあった。特に、 張広志博はしばしばそうした希望を中国メディアにおいてほのめかせていたが、新雪は彼はあくまでも競技の上でのパートナーに過ぎないと断言し続けた。しかし2007年の世界選手権においてフリー演技が終了した直後、張広志博は表情でついに猿雪に結婚を申し込んだ。ところが猿雪は自分が結婚を申し込まれたことをこの時認識できて、おら。 超広志博のロマンチックなプランは空振りに終わった。結局、超広志博はその日の深夜、夜食をとってからホテルに戻る途上で改めて、猿行きに休婚し、猿行きもこれを心よく受け入れた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。